僕は今ねこれ昭和だからみたいなことを言いましたけども、結局そういう身分とか忖度ができるようなって言われるような人たちだったら今でも全然いけるのかもしれませんね。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきましょう。動画内容をまるまる信じないように注意してください。また当チャンネルは AI 判定が厳しい上、自主規制音を入れております。規制音なしの完全版はニコニコ動画の方でご覧ください。ただ僕は何人も法律では裁かれなかったけど、捕まっている人間よりもはるかに悪人と思える人間を多数知っています。それこそね、僕の住む大阪では有名な話で知っている人も結構いると思いますが、人を殺したのに逃げた人もいます。まあ昭和の話ですけどね。昭和あたりから北新地で働いている人なら誰でも知っている話です。皆さんだって最近でも車で親子を引いたにもかかわらず優遇措置を受けている老人を知っているはずです。悪事の方もそうですが、捕まったからチャラというのも違いますし、良い弁護士を雇っていればかなり軽く済んでいる人間もいます。本人が悪いと思っていたらと悪の基準を答える人もいてますが、サイコパスなんて人を殺しているのにガチで悪いことをしたと 1% も思ってない人間も存在してますからね。とまずは最初に定義の話をしました。で次の項目、因果応報の目立ったケースを教えてくれというので答えます。因果応報の目立ったケースです。あくまで僕の見解で、僕の相談者のパターンを話してもいいんですが、どうせなら皆さんにより分かってもらえる人で、これは一番有名なのはトヨタ商事事件ではないでしょうか。会長の長野和夫はペーパー商法で金を稼ぎまくっていたんですが、最終的にはテレビカメラの前で全身13箇所を銃剣で刺されて亡くなりました。これくらい分かりやすい因果応報はないと思いますね。その時の動画も YouTube 内にあるんで、気になった方は見てもらったらいいですが、かなり衝撃的な映像ですので気をつけてください。もう一つ挙げておきましょう。僕はプロレス関係の知り合いが多いからたまたま聞けましたが、闇に葬られた事件なんで、まあ S っていう元プロレスラーがいてます。奥さんもレスラーです。このレスラーは昔から動きがひどくって、後輩を殴り倒したり木刀で殴ったりもしています。事故にされていますが、実際に人を殺したとも言われています。数年前に死んで死を言い目すぎてブログで告発されたんですね。それでそのブログを削除してほしいと頼み込んだら、プロレス引退したら消すという条件で引退しました。それ以来あまり見かけなくなりましたね。僕はプロレスラーの友人がかなり多いんですが、誰一人としてその人のことを良い人と表現するレスラーはいなかったですね。あ、でもこれは100人くらいに聞いて100人そう答えたんで、統計上は無効ですね。日本では最低3000人調べないとダメって言われてますからね。とこんなケースもありますが、逆に因果応報を受けなかったケースも多々あります。次の項目、因果応報にならなかったケースです。有名事件でいうと、おい小池ですかね。指名手配犯で有名な徳島淡路親子放火殺人事件の犯人、小池利和です。2001年に親子2人を殺して放火して4000万入った通帳を奪って逃げてたんですが、普通に岡山で女性と住んで2012年に病死しました。まあ52歳で死んでいるので早死にかもしれませんが、結局逮捕もされてませんし刑務所にも入ってませんからね。あと有名なので言うと紅林麻夫ですね。担当した事件で数多くの無実の人物を犯人に仕立て上げ、冤罪の被害者にした刑事です。僕の観点からするとこれは相当の悪です。無罪の人間相手に称賛欲しさに拷問を繰り返し、偽の供述をさせ昇進していきました。最後はちょっとバレましたが、特に逮捕などされることなく病死しました。この人のやったことからすると50回ぐらいは死刑にならないとおかしいはずです。と因果応報が起こったパターン、起こらなかったパターンの有名事例を話しました。集英社オンライン様の記事を引用させていただきます。市川猿之助保釈、繊細で独特の感性を持っていた喜熨斗、裁判所が出した保釈の条件と闇に葬られるもう一つの疑惑、保釈後の猿之助の滞在先はというタイトルでございます。東京都内の自宅で両親の自殺を手助けしたとしまして、自殺ほう助の罪で起訴されました歌舞伎界俳優の市川猿之助、本名喜熨斗孝彦、被告47歳が7月31日東京地裁の保釈を認めます決定を受け、拘留されておりました警視庁原宿署から保釈されました。この日100人近くの報道陣が待ち構える中、原宿署から姿を見せました猿之助被告の目には舞台上で発するような活力はありませんでした。立ち止まりました同被告は報道陣に向かいまして6秒ほど頭を下げ、原宿署の
署員にも一礼しました。黒いスーツにネクタイ姿といういでたちですが、逮捕前よりもぐっとやつれた表情で、髪の毛も整えられていませんでした。そのまま迎えのワンボックスカーの後部座席に乗り込みますと、無数のフラッシュを浴びながら原宿署を後にしました。猿之助被告は都内の自宅で5月17日の未明、父親で歌舞伎俳優の市川段四郎享年76歳と母親の信子さん享年75歳に大量の睡眠薬を飲ませることで自殺を手助けしたとされています。6月27日に母親の自殺幇助で逮捕され、翌月18日には父親の自殺幇助の容疑で再逮捕されていましたと社会部記者は話しました。今回の猿之助被告の保釈を受けまして、所属事務所は応援してくださる皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑ご心配をおかけしておりますことを改めて深くお詫び申し上げますとした上で、今後も公判の推移を見守っていく所存ですが、司法による最終的な判断がなされるまでは弊社としての見解を申し上げることは差し控えさせていただければと存じますとコメントをしました。元場といえば自らのセクハラパワハラ疑惑を女性週刊誌に報じられたことが一家心中の動機でした。猿之助被告は逮捕前の任意聴取に週刊誌報道をきっかけとして家族会議が行われ、みんなで死んで生まれ変わろうと睡眠薬を飲んだと説明したといいます。猿之助さんは未遂後、医師に女性誌にあることないこと書かれたと説明したようですが、お弟子さんや澤瀉屋内では猿之助さんの振る舞いや言動に対する不満の声は以前からあり、書かれたらヤバいトラブルはまだまだありました。これまで離縁のトラブルやスキャンダルはどこかで芸の肥やしとして許されてきましたが、昨年の香川照之さんのセクハラ騒動や一連の芸能界の加害性報道など、世間の目はどんどん厳しくなっています。繊細な猿之助さんはそうしたバッシングが怖かったのかもしれませんとスポーツ紙デスクは語りました。猿之助氏こと本名木下隆彦氏は1975年11月26日4代目段四郎氏享年75歳と妻信子さん享年76歳の長男として生まれ、一人っ子として育ちました。後に名跡を受け継ぐ3代目猿之助氏は段四郎氏の兄であり叔父にあたります。猿之助氏と段四郎氏が2代看板の澤瀉屋にあって、そのど真ん中に生を受けました隆彦氏は2代目亀次郎を襲名して7歳で初舞台を踏みました。また私生活においては小学校から高校卒業までフランス系カトリック校の名門私立学園で学び、慶応義塾大学に進んで国文学を専攻しました。小学校から高校時代までの同級生は当時を次のように振り返ります。当時猿之助氏は木の氏と名字で呼ばれることが多かったですね。おとなしいグループに所属していて、いつも 2,3 人で追いかけっこしたり、校内に咲いている花を友達と眺めたりしていました。家族が歌舞伎関係者なのは知っていましたが、段四郎さんと聞いても当時はピンとこないし、木の氏も歌舞伎の稽古をしているのだろうくらいにしか思っていませんでした。歌舞伎の女方の練習をしていたこともあってか、小学生の頃から走り方や喋り方、ちょっとした仕草に艶っぽさを感じさせるところはありました。中学校に進むとまつげが長く目元が綺麗で、歌舞伎役者ってすごいなと思った覚えがあります。いじめとかとは無縁だったと思います。男子校だったこともあり、同級生は休み時間や放課後に好きなアイドルや芸能人を言い合うことで盛り上がることがしばしばありましたが、猿之助氏はこの手の笑いには興味がなかったと言います。別の同級生の母親は次のように話しました。猿之助さんのことは息子から聞いていました。小学生の頃から朝6時に稽古した後に学校に来て、放課後も帰ったらすぐに稽古という生活だったそうです。それでも中学高校時代の成績は常に上位でしたね。とはいえ学校自体が芸能活動と勉学の両立を応援するような方針ですから、他にも目立っている方はいて、そういう意味で猿之助さんはそこまで目立つ存在ではなかったのかもしれません。でも同級生の間では評判も良かったと思いますよ。学生時代目立たず寡黙で優秀だった少年は高校卒業後に世間から注目を集めていきました。2007年に NHK 大河ドラマ風林火山で武田信玄を演じて以降、テレビドラマ映画バラエティ番組に多数出演するなど、活躍は歌舞伎界にとどまりませんでした。自分を取り巻く環境がガラッと変わり、勘違いするようになったのかもしれません。一方澤瀉屋内ではかねて水面下で猿之助氏のパワハラ体質が噂されてきました。離縁と関係の深い松竹関係者はこう証言します。隆彦は一言で言うと繊細かつ傲慢で毒舌、頻繁に手を洗いスキンケアにこだわるなど美意識が高い反面、傲慢なエピソードにも事欠かない、女性誌にも書かれてしまったけど特に弟子の扱いがひどい、気分次第で理不尽に切れてお前らは家畜だとか平然と放送禁止用語で罵倒するそうです。猿之助氏は結婚するつもりがないことを公言していたため、跡取りは必然的に儲けにくいのです。しかしこのことで両親との仲が険悪になることはなかったといいます。またプライベートでは数年前までは舞台の大道具を務めます裏方と
同棲生活を送り、最近思いを寄せていました相手は、マネージャー業も務めておりました俳優 A でした。A は自身も俳優としながら、何度か恋愛スキャンダルでスポーツ紙やワイドショーを賑わせたことのある人物です。その A が猿之助氏と接点を持ったのは数年ほど前だといいます。当時 A は新橋演舞場や明治座で大道具の仕事をして食いつないでいて、猿之助氏と言葉を交わすうちに親しくなり、飲食を共にするうちにさらに親しくなっていった。A は男女を問わず年長者の心をつかむ手話に長けていた、とスポーツ紙記者は語りました。猿之助氏の A の寵愛ぶりは、澤瀉屋関係者の目に余るほどだったようです。そして今回の事件で猿之助氏は自殺を図りました。自室内に立てかけました。キャンバスにこうメッセージを残していました。愛する A 大好き、次の世で会おうね。 A を木下貴彦の養子にし、遺産のすべてを相続する。関係者によりますと、保釈されました猿之助被告は都内の病院に入院するといいます。裁判所が保釈を認める条件として病院に入院させることを挙げていました。自暴自棄の猿之助氏が再び自殺をしないかを危惧しての処置です。逮捕前に入っていました病院は世田谷区の古い精神科専門で知られるところでしたが、今回は別の病院だと聞いています。昨日大手メディア数社が話を聞こうと猿之助被告を追跡しましたが、六本木周辺で巻かれていましたと社会部記者は語りました。今後も公判は続いていきます。一方、事件の発端となりましたセクハラ疑惑につきましては、闇に葬られる可能性が高いといいます。松竹は猿之助氏のパワハラセクハラについて社内で極秘に、これ以上の検証はしないと取り決めをしたと聞いています。このままでは離縁の闇はうやむやなままとなってしまい、何より猿之助氏自身も釈明の機会すら与えられないことになってしまうと歌舞伎評論家は話します。離縁にかかる霧はまだしばらく晴れそうにはない。はい、という記事でした。もはやむちゃくちゃ、ここまで優遇されているのはなぜでしょうか。それでは次の項目です。項目4、イッツは歌舞伎忖度です。前々からあるあるとは聞いていましたが、こんな風にまざまざと見せつけられるとは思ってもいませんでした。以前の動画でも語りました JKT 問題でございます。 JKT とはジャニーズ、歌舞伎、宝塚の頭文字を取った言葉でございます。ここにあとは相撲界とか舞妓問題とか、あとは警察同士の忖度なんかは全然まだまだあるでしょうね。舞妓業界は僕の知り合いの会長が結構出入りしていますので聞いていますが、本当に違い方権なんです。皆さんもご存知かと存じますが、2022年4月1日から成年年齢は18歳になりました。しかし法律上は飲酒喫煙は20歳からのままです。また現在の法律では18歳未満の女性がお酒の席で働くことは禁じられていますが、京都市では15歳以上の女子が舞妓として働くことが条例で認められているようです。飲酒の部分につきましては触れられている部分はないんですが、暗黙の了解ということで15、6歳でもガンガンお酒を飲んでいます。それでしょっぴかれることはありませんが、なんかおかしくないですか。というわけで日本にはまだまだ優遇されている業界、なぜか一般人はやってもダメだけど咎められない団体、上級国民というのははっきりくっきり令和の現在でも存在しているということです。ですので今回のこのゆるゆるな猿之助氏への処遇はザ・歌舞伎忖度。歌舞伎界にはなぜか甘くいろいろなことが許されるようになっているようですね。正直いい加減にしてもらいたいです。項目3、市川猿之助さんを感想学で見るです。では感想学に移る前に注意点だけ先にさらっと話しておきますね。僕は市川猿之助さんに会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それゆえ普段僕が直接会って宣伝する人間のよくてせいぜい7から8割くらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想学と異なりかなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。また画面に映っている1枚のみではなく、ネットに落ちている画像動画を数多く見てきています。では僕はワイプに用します。有名人今画像や動画が多くて助かりますね。宣伝が非常にしやすいです。僕もテレビはあまり見ない方なのですが、パラビというサブスクでドラマ半沢直樹は視聴しましたから、この方は知っていました。それ以外の知識は全くありませんけどね。ではいつものように顔型から見ていきましょう。ここは男性ですから申し分ない欠損でございます。仕事のできる方でパワフルさも見られますし、他の部分と一緒に見ますときっちり上から支配欲が強いのがこのチャンネルの視聴者様ならもうすぐに気づかれたはずです。続きましておでこに行きますが、額も欠損です。変なもんなどもないですし、バッチリですね。生え際についてはちょっと変わってます。これと例えられるラインはありませんが、この場合は僕は大体お天気屋と読みます。もちろん部分読みではなく他の箇所も入れてですが、天気屋という言葉がわからない人は気分
屋ってことです。周りにいたら非常に扱いづらいですね。眉毛はバッチリと整えていらっしゃいますが、元眉をきちんと予測して洗顔しなければいけません。密度が濃く強欲型、すべてにおいての欲求が強いと見るのが一番自然ですね。眉と眉の間の陰道は少しマイナスで、目と目の間の三根はがっつり競争、電卓はよし、家庭運は吉です。関門あたりは微マイナスでございます。そして目自体が良くないですね。自意識が強く執着型です。すごい嫉妬するタイプですから、女性はこのような男性を絶対に選んではいけません。この中低部分のレイアウトのみでリーディングしましても、モラルが低く横柄で自分自分我が我がの精神ですから、人から好かれず真の友達や愛してくれる人は現れないでしょう。画山類道あたりも少し腸が入ってきますね。頬骨も本来男性ならこれぐらいはいいんですが、他の部位と合わせることで傲慢さをより増加させてきます。鼻は男性ですから、まあ平層そこまでいいわけではありませんね。耳も普通、よくはありません。人中は悪くありませんが、口周りと口元です。嫌味を言うタイプ、ここも人から大きく嫌われるポイントの一つでしょう。市川猿之助さんの面相は非常に読み取りやすい方の人間で、心が狭く器が小さい男で、欲と我が強いですから、わがままで上から目線、モラルやルールもなく王様気質です。それがもちろん周囲の方全員にバレていますから、前述しましたようにガチの友達恋人は絶対にいないでしょう。すぐに離れていきます。本人もそれを理解されていますので、お金や自分の地位を利用した接し方しかできない、非常に寂しい男性ですね。また面相だけではなく服装や所作でも見れました。はい、こちらを見てください。穂高選手などと一緒の部類、服装などにマインドはきっちりと現れます。市川猿之助さんと知らなかったら単なるチンピラです。歌舞伎町がお似合いです。今日はかなり昔の事件なんで、僕もすっかり忘れかけていましたんで、一回ちゃんと調べてきました。このチャンネルの視聴者層は結構高めですので、パッとわかる人もいるかもしれませんが、ロス疑惑です。項目1、ロス疑惑とは何かです。まず知らない人のためにネットでの解説を読みますね。ある程度足したり減らしたりしています。調べられる範囲での解説なんで、ひょっとしたら詳細が少し違ったりすることがあるかもしれませんので、その辺はご了承ください。ロス疑惑とは1981年から1982年にかけてアメリカロサンゼルスで起こった銃殺傷害事件に関して三浦和義にかけられた一連の疑惑です。ではその事件がどういった事件かというのが問題ですよね。1981年8月31日輸入雑貨商を営む三浦和義が、妻 A とロサンゼルス旅行中、 A が宿泊していたリトル東京のホテルニューオータニの部屋で一人になった時、アジア系の女性が上がり込んできて A の頭部を鈍器で、A は軽傷を負う。これが小田事件と呼ばれています。同年11月18日現地時間の11時5分頃、三浦夫妻は当時滞在していたロサンゼルス市内の駐車場で銃撃事件に遭遇した。2人組の男に銃撃され、 A は頭を撃たれ意識不明の重体、夫の三浦も足を撃たれ負傷した。三浦は犯人はグリーンの車に乗っていたラテン系の2人組で、1人は長髪を束ねたサングラスの男と主張していた。1982年1月、当時悲劇の夫としてマスメディアにたびたび登場していた三浦は、米軍の協力を取り付け A を日本の病院に移送する際に、 A を乗せた上空の米軍ヘリコプターに対して地上から発煙筒で誘導する場面が印象的に報道されていました。 A はその後日本に移送され、神奈川県伊勢原市にある病院に入院したが、意識が戻ることはなく11月30日に死亡しました。三浦は保険会社3社から計1億5500万円の保険金を受け取りました。1984年、週刊文春が疑惑の銃弾というタイトルで、妻に多額の保険金をかけていたということや、現場にいた白い車に全く気づかなかったという三浦の供述などを理由に、三浦が保険金目当てに仕組んだ事件ではないかとする内容の連載記事を掲載しました。この影響で日本国内のマスメディアは三浦犯人説を強調する報道が目立つようになり、一気に報道が過熱化しました。三浦の自宅前には連日テレビのワイドショーや週刊誌、スポーツ新聞などの記者が列をなし、三浦の自宅に不法侵入するマスメディア関係者も出ました。1985年、三浦の愛人である日本人の元プロの女優 B が1981年8月の A 傷害事件における犯行を産経新聞上で匿名で告白。有刊誌が B の実名を暴露して、その後は実名報道となりました。同年12月には被害者の父親が銃撃事件の実行犯逮捕、有罪判決につながる情報提供者に懸賞金1万ドルを支払うことを発表しました。マスコミの過剰な報道が続く中、警視庁は三浦を A 小田事件での殺人未遂容疑で逮捕。
その後三浦は釈放されるまで13年間を拘置所で過ごしました。福田事件では三浦には懲役6年が確定して有罪判決確定の4ヶ月前に釈放されたが、宮城刑務所に収監され2年2ヶ月の間服役しました。三浦が一連の事件で拘置所刑務所にいたのは通算16年間でした。福田事件公判中に三浦夫妻銃撃事件で殺人共謀罪として三浦と共に実行犯とされたガンマニアでロサンゼルス在住の駐車場経営者 C が銃刀法違反で別件逮捕、その後殺人容疑で再逮捕されました。銃撃事件の裁判では東京地裁は C には犯行当日から前日で現場で目撃されたレンタカーに関して隠したい意図が否定できないとする一方で、犯行で使用された車にはアンテナがついていない可能性が高いが、 C のレンタカーにはアンテナがついていた可能性が高いことや、三浦と防御する機会がほとんどなかったなどの有利な状況証拠が出たため、証拠不十分で殺人罪について無罪になりました。三浦には動機をはじめとした様々な状況証拠から氏名不詳者と殺人の共謀したとして無期懲役の判決が下りました。三浦は東京高裁に控訴。高裁では福田事件後に共犯者探しとも取れる行動や保険金目的での被害者への加害意思が読み取れること、グリーンの車で来た2人組に取られたが現場で確認された白い車に全く気づかなかったという主張は虚偽供述の可能性が高いとする一方で、実行犯が特定できてないことから証拠不十分で逆転無罪となりました。検察は無罪を不服として最高裁に上告するが棄却され、銃撃事件の日本における三浦の無罪が確定しました。しかしこの時点ではすでに事件発生及びマスコミの報道が集中してからすでに20年近くが経過していた上に、当時ほとんどのマスコミが三浦を犯人と断定に近い形で報じていたため、以前のように大きく報道するマスコミは少なかった。また3社の保険会社から返還訴訟を起こされます。訴訟では三浦が2社に全面敗訴し8000万円を返還し、1社は三浦と和解しました。和解金額は公表されておらず不明です。三浦はその後サイパン島にいたところを現地に出向いていたロサンゼルス市警察の警官に殺人容疑で逮捕されます。これはロス疑惑の捜査が米国では未だ進行中であり、それに基づいての身柄確保と思われます。米国捜査当局はロサンゼルスへの移送を目指していたが、三浦側は日本の最高裁での無罪判決の確定を根拠として一時不再理の原則を盾に米国捜査当局の身柄拘束を不当なものとみなし、ロサンゼルスへの身柄移送の中止と身柄の解放を訴えて法廷で争いました。裁判所は殺人罪の逮捕状は日本で判決が確定したが無効とした上で、殺人の共謀罪については日本で裁かれていないとして有効としました。この決定がきっかけとなって三浦はロサンゼルスへの身柄移送に同意し、裁判からロサンゼルスに移送されました。三浦にとっては27年ぶりのロサンゼルスでした。その後同日にロサンゼルスの留置場にて三浦が首を吊っているのが発見されます。病院に搬送されますが間もなく死亡が確認されました。同警察は調査により実として発表しましたが、三浦の弁護士のマーク・ゲラコスは遺体を検視した病理学者が自殺ではなく他殺であったと結論付けたと主張しました。はい、項目2です。三浦和義を感想枠で見てみようです。ではいつものように僕はワイプに移動しますね。本日も三浦和義を見ていきます。こんな有名な犯罪者でもなかなかいい写真がなくて困りました。3枚同時に見てみます。まずこの写真なんですが、これはアメリカで捕まった時か何かですね。真正面なんですが普段の状態が見えないですね。この2枚目と3枚目が普段ですが、やはり顔だけでなく服装や態度が見れるのがいいですね。三浦和義氏を見るならばやはり眉と目になります。わかりやすく目がダメですよね。毒の目や蛇の目と称されるタイプで、しかも少し不揃いです。基本的には三浦氏は普段ほとんどサングラスをつけたままで行動しています。これはよく斜視の方や目に問題がある方、または目の動きを探られないようにする人間に多い特徴であります。耳から見ると面相としては勘がよく働くタイプでありますが、分かる人に分かる強とされる耳ですね。口はこの人はどの写真を見ても全く同じ閉じ方をしています。喋っている時以外はほぼ全てこの口、そして口の横に必ずシワができており、これは言いたいことを言わなくするように閉じていると取れます。無理やり閉じている感じが否めないですね。口を開くとワイフと叫んでましたね。まあ口から出るのは全て演技がかっていました。まあこの男は他に見るべきところがたくさんあるんで、面相だけをまじまじ見なくても、元々の経歴や服装態度を見るとまあ真っ当でないことがすぐにわかります。経歴では1966年には
他などの犯罪事件を犯し逮捕後一時期横浜少年識別所から脱走するも7年間水戸少年刑務所で服役しています。他はおねしょ、動物虐待と並んでサイコパスの3大特徴と言われています。さらには捕まった後に脱走までしています。ちなみに放火も一度ではなく数回自分で火をつけて人を助けたふりをするなどもしていたと言われています。このような人間がまともであるはずがないですからね。まあこの三浦和義は別にそこまで感想学がわからなくても読み取りは簡単、狡猾で卑怯な男であり話すほとんどのことが何も信用できない人間ですね。項目3、事件の考察です。これはもう疑いようがありませんね。実はこの奥さんが死んだ別件でも愛人をロスでしたとも言われています。ロサンゼルスでミイラ化した日本人の遺体が発見されたんですが、それが三浦氏の愛人でした。その女性の口座から三浦氏はお金を下ろしていることも分かっています。奥さんにかけてあった多額の保険、これだけでもう決定でいいと思います。犯罪や事件を研究している人ならば分かると存じますが、トリカブト保険金殺人事件の神谷力、別府3億円保険金事件の荒木虎美など、こういった妻に多額の保険金をかけてから妻がすぐに返信した場合はもうそれしかないでしょうってことなんですよ。荒木虎美はロス嫁と一緒に自動車で海に転落しています。三浦和義もちょっとだけ銃で撃たせました。殺される人間の少しだけ巻き添えを食らうパターンもまあこういった事件の常套手段ですよね。そもそも小田事件で逮捕されているのにその後の裁判で殺人が無罪になっているのがおかしいんですよね。よく言う無罪と無実は別物ですからね。報道でも三浦和義は無罪を勝ち取ったと言われていましたが、まさにその通りでしょう。証拠不十分なだけの無罪です。結局は最後にアメリカに渡る前に仲間内には犯行を自白したと言われており、その仲間に裏切られたという説がありますが、これならば非常に滑稽ですね。奥さんを騙し、愛人を騙し、裁判所まで騙した男が最後は結局仲間に騙されるんだったら話的にはいけてますね。今回の考察は非常に簡単です。三浦和義は犯人じゃないと書いている小説などもあるそうですが、それは作り物なだけで、どう考えても三浦和義が黒であるということは間違いないでしょう。ネットで調べていると三浦さんは冤罪で善人だと語っている人もいて、ああなんと頭がお花畑な人もいるんだろう、平和だなって感じました。ではまず項目1、木原愛子さんはなぜ注目されているです。通常政治家の奥さんというだけでここまで僕にリクエストが来ることならはありません。詳しくは前回の動画をご覧いただきたいのですが、簡潔に話しますと、木原愛子さんは現在木原誠二副長官の奥様です。今から17年前まで遡るのですが、木原愛子さんは2006年4月10日に会社しました元夫の安田種雄さんの事件の被疑者として挙がっていたのです。しかしながら木原誠二副長官の奥様ということでの忖度なのか、それとも警察からの圧力なのか定かではありませんが、2018年に2回目の捜査が開始されたのにもかかわらず8ヶ月で捜査は縮小となってしまいました。その際の安田種雄さんのお父さんの言葉が次の通りです。種雄が亡くなった時もまともに捜査されず闇に葬られ、諦め生きてきました。それが事件から12年後に再捜査していただけると連絡があった時には心から喜びました。種雄の無念を晴らしてやると息子に誓いました。しかし捜査が始まり1年も経たないで捜査の縮小が告げられ、捜査一課の捜査班は解散され大塚警察署へと管轄が移ってしまいました。ただそれには理由がありまして、捜査担当しておられました女性警官が異動になり縮小となったそうですが、捜査は続けていくとされています。また安田種雄さんの死因は覚醒剤使用による自死とされているのは前回の動画でも話しましたが、しかし部屋には大量の血痕がありましたし、さらには傷口は喉から肺にまで達していたにもかかわらず丁寧に足元にナイフが落ちていたため、どう考えても自死ではないだろうと推測されています。真実を聞きたいと安田種雄さんのご家族は今でも戦っておられます。2023年7月20日に安田種雄さんのお父さんが緊急記者会見を行っています。また同日安田さんの遺族が警察に再捜査を希望する上申書を提出しております。一連のやり取りに対して木原誠二副長官は、奥様木原愛子さんが犯人というのは事実無根の内容と批判しており、さらには記事を掲載しています。週刊文春を発行しています。文芸春秋社を刑事告訴するとしています。木原誠二副長官の対応に対しまして、安田種雄さんのお父さんと
族は私たちが今ここにいるのが事実というか全て事実無根ではありません、そして訴えるのではなくて説明をしてほしいのですなどと思いを語りました。また安田種夫さんのお姉さんももし何もないのであれば説明できるのではないかと思いますと語っています。広く報道されることを安田種夫さんの遺族は願っているようですから、僕もこの動画を作って少しでもお役に立てれば幸いです。僕としましても前回の動画で語りましたが、夫婦喧嘩になって夫が刃物を持ち出してきて、殺せるなら殺してみると言われた、刃物を握り出されたので言ってしまったと木原愛子さんご本人自らが殺してしまった発言をされていますから、どう考えても自殺に落ち着くのはおかしな話だと考えています。そしてこの記事のように木原政治副長官の俺がいないと妻がすぐに連行されるという音声が発覚しています。このような言葉を木原政治副長官が漏らしていますことから、権力を使っていることが安易に想像できます。報道や再捜査に至らない理由としまして、警察や政治家からの圧力があったのでしょうか。このような点から木原愛子さんは政治家の妻同行の話ではなく、殺人事件の犯人ではないか、なぜ逃れられているのかという点で非常に注目されております。ではその人物像を見ていきましょう。項目に木原愛子さんはどういう人物です。よくよく考えたら、木原誠二副長官も前夫との事件を知らずに結婚していたとしたら、とんだとばっちりですね。何もない女性と結婚していればこんな無駄な爆弾処理はしなくてもよかったのですが、容姿だけで選んだのかもしれません。それほど木原愛子さんの容姿は優れているという情報が以前の動画からも取れました。僕の相談者様の会長さんたちもそこそこ失敗するパターンの一つです。人間中身が大事ですからね。綺麗とか可愛いという理由だけで奥様を選択した人、7、8割は痛い目に遭っています、僕の経験上。それでは木原愛子さんについて見ていきましょう。そこそこネットでは調べられていますので、現在分かっている情報だけをお伝えしていきます。木原愛子さんは1979年生まれです。詳しい日付までは分かりませんでしたが、今年2023年に44歳になります。身長163センチで愛知県名古屋市の出身でございます。現夫は政治家の木原誠二副長官で、前夫は安田種夫さん、享年28歳です。子供は現夫、木原副長官との間に2人、そして前夫、安田種夫さんとの間に2人の計4名おり、そしてよくネット上で語られていますのは、元銀座ナンバーワンホステスという肩書きですが、これは微妙です。夜のお仕事を全く知らない人からしますと、おお、それはすごいと驚いてしまう方もおられるかもしれませんが、各店舗の一番とか、一月だけバースデーの時に勤めておりましたお店で一回だけ一番だった。また売り上げが一番なのか、指名本数が一番なのか、いろいろありますし、クラブなどでしたら、お店によったら、ママはランキングに入らないとか、いろいろありますし、クラブ、キャバクラ、ラウンジ、ミニクラブ、スナックなど、店の種類もごまんとありますから、ナンバーワンなんて、北新地や銀座に毎月1000人以上はいますから、この銀座ナンバーワンホステスはガン無視で OK です。はい、というわけで夜の街の解説はここまでで、次は木原副長官との馴れ初めについて話していきましょう。出会いは2008年で、木原愛子さんが勤めておりました銀山クラブです。木原愛子さんは喋りも上手くて頭の回転も早い、店ではナンバーワンでした。お客さんとの同伴を数多くこなし、月に200万円近く稼いでいました。木原さんが同期の若手議員を連れてくることもあったと当時のクラブ関係者を話しております。場所が銀座ということもあり、数多くの業界人、著名人との交流もあったのでしょう。そんな中、お客さんとして来店されていました木原副長官、この時2005年の郵政選挙で初当選しました。前途洋々たる衆議院1回生の頃でした。そんな異世界の人物に愛子さんの方が惹かれていたようです。2009年7月に衆議院は解散しました。これにより8月に衆議院選挙が行われ、自民党が民主党に大敗しました。政権は民主党へと移り、その際自民党は181人減って、木原副長官も落選してしまいました。議員でなくなればただのおじさんになってしまうのですが、それを支えたのが愛子さんだと言われております。週刊文春さんの記事によりますと、彼女は一途で落選中の木原副長官の生活の面倒を見ていると言ってました。それほど惚れていたんでしょうと書かれていました。もともと国会議員でありました木原副長官ですが、落選したからといってじっとしているタイプではありません。気力やエネルギーは半端なく、その人間性に愛子さんは惹かれたのかもしれません。現在の官房副長官としての地位、岸田総理の最も信頼できる人物として活躍する姿を愛子さんが予測していたのだとすれば、なかなか人を見る目がある女性です。その後2014年10月頃に木原副長官との間に女児を出産することとなり、その前後に入籍したと言われています。結婚当時の年齢は木原愛子さんは34歳くらいで、木原副長官は44歳でした。またいただきましたコメントにもありました通り、こちらベリーの2022年2月号に木原愛子さんは掲載されました。この時木原愛子さんは42歳でした。そして木原愛子さんの捜査が縮小されましたのは、木原副長官のパワーだけではなく、ご家族の力もあるのではとも言われております。それでは次の項目です。項目3、木原愛子さんの家族です。続いて木原愛子さんの家族についてです。木原愛子さんの父親は
警察官のようです。最初の報道では役職がとても高いのではと言われておりまして、所長、一つ下の副所長、さらには警視などが考えられるとされていましたが、最新の情報では警察官としての最終キャリアは巡査部長だったようです。この親が警察官だったということの忖度として捜査が縮小されたのではともされているそうですが、真相は不明です。項目5、木原愛子さんを感想学で見るです。では感想学に移る前に注意点だけ先にさらっと話しておきますね。僕は木原愛子さんに会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それゆえ普段僕が直接会って宣伝する人間のよくてせいぜい7から8割ぐらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想学と異なりかなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。また画面に映っている1枚のみではなく、ネットに落ちている画像動画を普段は数多く見てきているんですが、今回はそうはいきませんでした。そもそもこの動画に使えそうな画像がたった 2,3 枚しかありませんでした。とりあえず僕はワイプに移動します。こちらの顔写真をメインに見ていきましょう。枚数は少ないですが、まだ縄田容疑者の回よりは正確にいけるでしょうね。こちらの画像のようにロングショットですから、面相を見るのには使えませんが、服装や全体の雰囲気を見るのには使用できますから、まあなんとかなるだろうというのが今回の動画です。はい、では顔写真に戻してからこちらでリーディングしていきましょう。女性ですが、どちらかといえば僕のまだ得意なタイプの顔の作りをされていてよかったです。どの分野でもそうかと存じますが、得て増えてというのはもちろんございまして、特徴がないタイプ、読み取りづらい顔のレイアウト、大きく主張しているパーツが比例しない場合、つまりここは大吉相なのに別の部位は同じ内容の大凶相といった相反する場合の時などですね。それと今までほとんど見てこなかったレアなデータ数の少ない顔の種類の場合も少し当てずっぽう気味になってしまいますからね。しかし木原愛子さんはすごく読みやすいおフェイスで助かりました。正直ほっとしています。まず顔型から見ていきましょう。女性ですから男性と違い大吉相ではないですが、仕事やお金などはいいですが、がっつりと張る部分が豪快に張っていることがすぐに理解していただけるフェイスラインでございます。このあたりは上から見られたい、または元銀座ホステス、このような雑誌に掲載されている写真ということを合わせますと、ものすごく承認欲求、自己顕示欲の塊であると見るのが一番ポピュラーでしょうね。次に額に行きますが、この部分は良いですね。頭を使って立ち回れます。また生え際は完璧に見えておりませんのでパスしておきましょう。眉はきっちりと描いてらっしゃいますので、元眉を予測して判断しなければいけませんが、この写真だけなのかは分かりませんが、少し左右の高さが違う点が気になります。眉も先ほどのフェイスラインと同じで欲望が非常に強いです。それゆえ仕事やお金のために頑張ることはできますが、他の部分と合わせを見ますと地位やお金に弱い女性と言えます。また陰道は眉をうまく描いているものの少し離れているので強となり、電卓は B マイナス、参考は並走読みで問題ありません。目は良くないですが、目の形や予備、画算などを一緒にひっくるめてみますと、虚栄心または嘘つき、偽りの目と呼ばれる形状かつちょっと視油が入りますので、より悪さを増長させます。目は口ほどに物を言う、こちらの箇所が非常に見抜きやすいレイアウトとパーツで僕的にすごい助かりました。次は鼻に行きますが、こちらは並走と吉相の間くらいで問題ありません。頬骨寛骨はマイナス、耳は通常で良くもなく悪くもなくといったところです。人中はこの写真ではマイナスですが、ちょっと画質が荒いですから、ひょっとしたら本人を見たら違うかもしれません。ほうれい線は良いですね。口元もこの画像で見ると全く悪くはありませんので、触れなくてもいいでしょう。はい、ということで木原愛子さんを全体的に見ますと、最も分かりやすいのが人からよく見られたい、羨ましいと思われたいというマインド、ここだけははっきりくっきり鮮明に分かりました。もともとが銀座のホステスであり、どこまですごいか分かりませんがナンバーワンと語っている、また言われても否定しない、そしてこのような雑誌に載るという事実も合わさって人間像は透き通るように分かりますし、木原副長官に近づいたのも政治家の嫁というポジションが欲しかったのでしょう。元旦那様の殺人に関与しているのかどうか、そこは感想枠では分かりませんが、木原副長官のどの部分に惚れていたのかというのは 100% 確実に分かりますね。カーストの上位にいておきたいという心持ちだけはパーフェクトに理解できましたが、今後の捜査によってはその位置は警察によって崩される可能性もありますね。シャンパンサロンエンリケのイベント、テンチムナイトでシャンパン一気後に男性が死亡しました。エンリケ、テンチムの組み合わせ、運気がフルマックスで下がりますね。この件がですね、これが、警視庁は捜査に入ったんですよ。これちょっと前の出来事なんですよね、死亡したの。その後、捜査とかされてなかったみたいなんですけども、文春法ですかね。はい、確かそれ文春法で、その捜査が入ったみたいな感じで来てたんで、ニュース記事見てみましょうかね。これですね、いきます。テンチムナイトの日に日本一のキャバ嬢エンリケの店でシャンパン一気後に男性死亡、警視庁が捜査へ、日本一のキャバ嬢の異名を持つエンリケ34歳が経営するシャンパンサロンで6月末に男性が死亡し、警視庁が保護責任者
機容疑を視野に捜査を進めていることが週刊文春の取材で判明した。事件が起きたのは6月28日午前3時銀座のビルの5階にある、シャンパンサーのエンリケに救急隊や警察が駆けつけた。店内では男性が顔面蒼白脱粉した状態で倒れており、救急搬送されたが午前4時10分に死亡が確認されたということですね。店のオーナーで当日も同店にいたエンリケとはどのような人物なのか。もともと名古屋の高級キャバクラに勤務、客に入れてもらったシャンパンのボトルに口をつけて一気する、直瓶で人気者に、2日間で1億円を売り上げた伝説を持ち、テレビにもたびたび出演しています。2018年には当時の安倍晋三首相主催の桜を見る会に招かれたことで話題を呼び、メディアに多数取り上げられた。まあ、2019年にキャバ嬢を引退すると、2020年3月に銀座にシャンパンサロンエンリケをオープンさせた。現在は株式会社エンリケ空間の佐野理恵社長として、セルフエステ100店舗とフランチャイズ契約を結ぶなど、飲食以外でも辣腕を振るっています。私生活では2020年に経営者と結婚、家賃が月350万円の高級マンションでの暮らしを SNS で発信するインフルエンサーでもあるということですね。亡くなったのは、都内で飲食店を経営する Y さん、去年33歳、一昨年結婚したばかりだった、妻が語るということですね。要するにまあハイペースで飲まされたってことですよね。ちょうどこの日はテンチムが来てた、テンチムナイトってことですね。まあエンリケ夫妻は8時半テンチムと同時に来店しました。エンリケ夫妻もテンチム氏もこの店に同席してたってことですよね。ハイペースで飲んでいたのを知ってたってことですね。もちろんここがまあ重要ですからね。あの店にいなかったりとかですね、知らなかったっていうんだったら別ですけども、シャンパンあの煽ってた可能性もありますからね。自分のお店なんでシャンパンを抜いてくれれば抜いてくれるだけ売り上げがあの上がりますからね。ちょっとここら辺は文春法偉いなと思いますね。まあ僕はね前からずっと言ってますけども、キャバ嬢インフルエンサー、キャバ嬢インフルエンサーにそもそも疑問を持ってるんで、インスタグラムのね、質問コーナーで質問来てましたけども、キャバ嬢インフルエンサーとかにそのチヤホヤするのはおかしいと思いますっていうですね、話が来てたんですけども、その通りでですね、僕はいつも語ってますけども、こういう人の成り立ちってね、あのもう全て一緒なんですよ。半グレとか反社とか893とか詐欺師とか、そういう人にお金をね使ってもらわないと、有名キャバ嬢にはなれないんですよね。これはもうあの確実です。まあこの演劇さんだけの話じゃなくてね、今、話題の姫香ちゃんとかですね、数々のインスタグラムでねすごいフォロワー数を獲得しているキャバ嬢の人ですね。そういう人たちはですね、あの絶対成り立ちが一緒なんですよ。まともな人ってキャバクラにまずそんなに行かないですし、行く人は少ないですし、そこで大金使う人っていうのは本当にもう 99% ですね。まあ言うたら反社会的勢力の方なんですよ。その組に入ってるか入ってへんはどれもいいですけども、そのまあ詐欺師とかね、うん、オレオレ詐欺とか、仮想通貨の詐欺とかポンジスキームやってるとか、はい、もう必ずこういう人間なんですよね。要するにまあそういう人間しかそこまで大金を使えないんですよね。もちろんこの、人もそうし、なんでそういう人をねチヤホヤするのかが、その成り立ちをねまず分かってほしいんですよね。例えば女子アナだったらですね、まだチヤホヤされたら僕分かるんですよ。そのマヤちゃんにしてもね、女子アナってまあいい大学とか大学行ってミスなんとかね、ミス、KO とかミス早稲田とかになってですね、その勝ち抜いて、でそのアナウンサーのですね試験を受けて、はい、あのアナウンサーになるじゃないですか。でもねキャバ嬢って誰でもなれるんですよ。本当にキャバ嬢とか、風俗ぐらいですね、あの向こうの方からなってくれなってくれって言って声かけてくるのがスカウトの人とかがね、その女子アナとかと成り立ち違うから、その女子アナだったらわかるんですよ。そういうのを勝ち抜いてカーストの上になった人がですね、あの有名になるんでね、インフルエンサーとかなってもまだわかりますけども、キャバ嬢って皆さんね、女性の方新地歩いてたら御堂筋から、四つ橋歩くまでに夕方歩いてみてください。そしたらね、まあ 4,5 人には声かけられますわ。うん、あの本当にキャバクラやりませんかとか、はい、クラブとか興味ありませんかとか、うん、向こうから声かけてくる商売ですからね。そしてその後、上に行くにはできるだけ、プレーとか反社とですね付き合いよくやった人間が上に行くわけですよ。もうこれ全員そうですからね。これ本当に全員そうなんで、
だから僕はもともとがですね、キャバ嬢インフルエンサーとか大嫌いなんですよ。詐欺したお金とか犯罪収益金がそこに流れてるんで、いい加減ね、もうそこも一緒に捕まえられるようにしないとダメなんですよね。今の現行の法律はですね、大体そのキャバクラに行ってる詐欺師とか半グレとか反社って2、3年ぐらいいなくなるんですよ。長くて5年ぐらい。要するに捕まるか破産するか、その詐欺ができなくなるか、はい、どれかで結局いなくなるんですよね。結局得するのってそのキャバ嬢だけなんですよ。お金使ってもらったキャバ嬢はそいつらが捕まろうとお咎めなしなんで、そこら辺をいけるようにしないと今後はダメだと思いますね。まず残んないんでね。まあそれで稼いだ金で、まあもちろんそのね、そういう風なキャバ嬢なんで、まあモラルとか道徳心はないわけですよ。キャバ嬢の人とかホステスさんでもですね、もうそういうのを付き合わない人いるんですよ。もちろんそういう人間ってお金を使ってくれるんですけども、要するにまあそんな人間と飯食べ、ご飯食べたくないとか、まあ言うても体とかもね、求められますから、そういう夜の世界なんで、まあ最初からお客さんにしないんですよ。あの客つけへんっていう感じでね、そういうのを平気でやってきた人間なんで、そう、モラルとかがもともと低いんですよ。なんぼでもシャンパンなんぼでも抜かしてね、人間なんで、わかるんですよ。そんなアホみたいにシャンパン抜く人間とか、1日1000万使う人間とか、今で言うね、姫香ちゃんと、かけるんですか ?1 日5000万使うとか、まともな商売で、ね、ないんですよ。絶対に。要するに元々がそういう世界で生きてきた人なんで、キャバ嬢インフルエンサーっていうのは、もう平気なんですよ。お金のためになったら何でもするってことなんで、モラルとか道徳心とか、誰が何しようがどうでもいいんですよ。お金なんで。だって考えたらわかるじゃないですか。自分に5000万使ってくるってことはですね、どれだけの人が騙してるか、どれだけの人が、詐欺にあってるか、ポンジスキームとかもね、騙されて破産したりとかですね、自殺したりする人がいるんですよ。ではまず、項目1、紅林麻生は何をした人間か。そもそも紅林麻生は昭和の拷問王という不名誉なあだ名で呼ばれる以前は、名刑事という高評価を受けていた刑事でした。なぜそんな風に変わったのか、それを解説していきましょう。紅林麻生は一時は日本警察にこの人ありと言われた英雄でして、後に前代未聞の静岡県警初冤罪請負人として数々の事件をでっち上げた違法行為を行っていた刑事としても知られた人物であります。紅林麻生は相手がどんな人物であろうが、自白をさせる取り調べ能力や、わずかな証拠から事件を解決に導く推理能力にも長けておりました。その静岡県警での影響力は非常に高く、当時の連続殺人事件を次々解決し、名刑事として数々の表彰も受けている人物です。ただ紅林麻生の事件の解決方法は、その大半が無実の容疑者を犯人としてでっち上げ、残虐な拷問によって自白を捏造させるという冤罪師の顔を持っていました。そうして次々と難解な事件を無理やりに解決させたように見せかけました。その偽の事件解決の積み重ねにより、名刑事として静岡県警で鳴らした紅林でしたが、当然メッキが剥がれる時は来ます。紅林麻生が実際手を下して取り調べをした事件は、幸浦事件、浜松連続事件、二股事件、小島事件、島田事件などでした。このような凶悪で難解な事件の解決に大きく貢献したかのように振る舞います。これらの事件のうち3事件に1審2審後の有罪判決後に無罪が、その後も島田事件での死刑判決後の無罪が確定しています。実際彼はアリバイの捏造や、ありもしないものを真実にするなど、数々の違法行為を行っていました。拷問供述書の捏造、真犯人からの賄賂と、とにかく噂に出ることは真っ黒すぎる紅林は、時の静岡県警のエース警部だったそうです。その中でも特に残酷なのは、自白を強要するために行った執拗な拷問行為です。たとえそれが事件と何の関係もない一般人であっても、拷問王と呼ばれる紅林の手にかかれば、否定しようが抵抗しようが無理やり犯人に仕立てられ、事件を解決させたという体にされていました。良心のかけらもなかった紅林の拷問は凄まじく、無実を訴えようとするたびに激しい拷問を繰り返したそうです。名刑事とまで言われた紅林は、島田事件や小島事件などの数々の事件で無実の者に必要な拷問をし、無理やりありもしない証拠を作り上げたことは、今日まで警察の負の遺産になっております。紅林麻生は冤罪の数々が明らかとなり、非難を浴びた静岡県警上層部によって吉原警察署駅前派出所へ左遷されました。
しかも交通巡査員待遇という実質的な2階級公認でした。紅林は世間や警察内部から非難され、精神的に疲弊しきっていましたが、1963年7月に幸浦事件の被告に対する無罪判決が確定したことにより、気力が尽きて警察を引退し、同年9月に脳出血により急しました。項目に紅林麻生を感想学で見るです。僕は毎度おなじみワイプに移動します。いつもと同じく感想学で見る前の注意点を話しておきます。僕は紅林麻生に会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それゆえ普段僕が直接会って宣伝する人間のよくてせいぜい7から8割くらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想学と異なりかなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。また彼がやった行為は抜きにして、そういった情報先入観はなしで、できる限りフラットで見るように努めます。このチャンネルの視聴者様もなかなか渋い方が多く、案外この紅林麻生はリクエストが多かった人物でございます。配信中にチャットにもたまに書かれていたのを覚えている方もおられるでしょう。僕も随分前からやろうやろうと考えていたんですが、正直一つだけ懸念点がございます。それは紅林の残っている写真が少ないのです。皆さんもググっていただけますとわかりますが、写真がこの1枚くらいしか残っていないのです。とはいえです、非常に読みやすいというか、特徴的に面相読みをやっている人間からすると分かりやすい面相でよかったです。ほっとしますね。これが至って普通の顔だったらコーナーとして成り立ちません。ズバリ独特なおフェイスで助かりました。いつものように顔型から見ていきましょう。前にも話したかもしれませんが、これはバッチリと競争の顔の形になります。長細い芸術家タイプの顔とは少しだけ違って頬骨が出ています。米というよりはアダムスキー型の UFO を縦にしたような感じです。長い顔に寛骨だけ飛び出しているのが特徴的です。通常の仕事と違い、少数の特殊な仕事向きと言える顔です。健康面、体力に不安があり、晩年も病気がちになると言われています。ごくごく稀にその変わった仕事で成功するケースもありますが、大体は志半ばで倒れてしまう、そんなイメージになりますね。額は広いのですが、生え際も後退しすぎてちょっと読み取りができませんし、この写真では額紋がどのように入っているか見えないのでスルーしかありません。額の紋はあるように見えるんですけどね。もっといい写りの写真が欲しいですね。仕方ないので次のパーツに行きましょう。眉毛です。眉は吉相で対人運よし、人との関わりでどんどん上に上がれるタイプであります。仕事運、金運は良しと見るのがベストでしょう。確かに途中までは全ての事件を解決するスーパーエリート刑事ですからね。インド眉間は普通ですが、外相紋が少し見えますね。暴力的な一面があったのでしょうが、それは間違いないでしょう。額の紋よりこちらの方が信憑性が高くなります。部下にもやらせていたでしょうが、本人もかなり暴力を好む節があったのではないかと考えられます。また電卓が広すぎます。電卓が良いのは狭すぎず広すぎずです。三根は少し広そうな感じがするのですが、写真写りの角度による見え方かもしれません。こういった時、一枚のみで判断しないといけないのが厳しいですね。いい加減な鑑定はしたくないのでスルーします。しかし目がバッチリ競争です。写りでは少しだけ主眼っぽいですが、万が一そうでなくても、もともと目だけで宣断しようとも過激思想、生き印、攻撃的な目で人を恨んだり妬んだりとろくでもないというのは即わかります。本来はカラー写真、もっと鮮明な動画で目の色や動きなども光学のために知りたかったです。残念ですね。続きまして鼻を見ますが、高さがちょっとわかりづらいんですが、長く細い形ですので、何事も途中でやめない、最後までやり通す、折れない、譲らないと見るのが正解でしょう。その途中で断念しないことが良い方面のことだったらいいですが、肛門自白だったからシャレになりません。耳や片側だけちょっと見えていますが、下部分の付け根は良くないんですが、内輪はちょっとだけ出ているので吉凶合わせ持ちでしょう。ここでも仕事をやり通すと読めます。また耳のついている高さは少し下寄りになります。一応その部分は頭の回転が速いという良い読み取りになります。人中は非常に見やすく、はっきりくっきりで長いです。これはよく言う鼻の下を伸ばしてという表現そのままで、またそれに合わせその他物欲、名誉欲なども強いとリーディングするんですが、紅林に至ってはそのまま当てはまっているような気がします。そして厄介なことに頑固で人の言うことを一切聞かないという特徴もありました。いわゆる強側になります。そして口は冷酷さ、冷淡さ、薄情を表している彼そのものとも言える読み取りになりますね。画像1枚しかありませんでしたが、前述したようにめちゃくちゃ特徴的で見やすい顔で本当に助かりました。
門をクレバー氏を面相のみで宣断するならば、自分が決めたことを最後までやり抜くタイプではありますが、欲望、誘惑に弱く、自分の名誉や金のためにルール、常識を無視して暴走する猪突猛進型タイプで、道徳心がなく、本人が考えた勝手な正義を貫き通す男と鑑定します。後出しではなく、顔がそのままクレバー氏を表してくれていました。絶対にあってはならない、非道な人間の卑怯な冤罪事件の数々、それを実際に行った男を感想枠で見てみました。それでは最後の項目です。項目3、最後にです。ここまで動画をご視聴していただいてもらった方はよくお分かりになるでしょうが、あまりにも胸くそ悪い事件と人物でした。時代が時代で、今の世の中だったらここまでのモンスターにならなかったでしょう。警察権力を使い、無実の人間を悪人に仕立て上げ、真犯人を故意に逃す最低最悪の人間です。明るみに出た後もそれにより逮捕されたわけではありません。事件の鈴子が冤罪として紅林の行為がバレただけで、おそらくほとんど彼が解決した体にされた事件は闇に葬られています。一体どのくらいの人数の犯人が野放しになって、無関係な人間が不当逮捕にあったのでしょう。500回表彰されたうち少なくても100件は冤罪でしょうね。下手すると逆に9割ぐらいがそうだった可能性もあります。一度その方法で事件解決してからは味を占めて、何度も何度もやったに違いありません。今回の動画では紅林が行っていた拷問のやり方などはえぐい表現になりますから、ほぼカットしています。もし興味があればネットでご自分で調べてください。途中からは自白が目的ではなく、拷問という残虐行為を楽しんでいたのではという記事も中には存在しましたし、その線も捨てきれません。紅林は数個の事件がバレた後、降格、左遷されて警察を辞職、その後すぐ休止したので、自分がやった無数の罪に対して何も償いをしていません。いわば逃げ得、あの世にエスケープしたとも言えます。前述しましたように、どのくらい冤罪を生み出したかははっきり件数まで分かりませんが、動画の一番初めに僕が日本人の中で一番悪かったという表現をした理由が分かっていただけたのではないでしょうか。本当にあった怖い話 by ケンケン、お願いします。ケンケンさん、テレビ出演されないんですが、ありがとうございます。まあ、本当にあった怖い話って、まあ免職やったらいいのか。まあ、北新地にあるですね、とある駐車場があるんですよね。まあ、北新地で駐車場いっぱいあるんですけども、そこのオーナー、もう今はオーナーじゃないかな、もうだいぶ前、多分20年30年ぐらい前の話ですかね、のそこのオーナーがまあまあ大富豪なんですけども、そこの息子が人殺してるんですよ。はい、なんかね、逮捕もされなかったんですよね。はい、なぜか。まあ今は多分無理だと思うんですけども、だいぶ昭和ぐらいの話なんで、やっぱそういうなんていうんですかね、まあ忖度というか、力がある人間が関わってると人を殺したのに逮捕すらされないんだって。あの猿之助の時みたいに逮捕はまあされるけども、裁判まで行って、まあ、執行猶予がつくとかね、ちょっとその今の時代でもね、忖度があったりしますけども、なんかその時は逮捕すらされなかったっていう、これね、もうね、新地に長い人だったら全員知ってるんで、今働き出してキャバ嬢とかもちろん知らんと思いますけども、あのまあ黒服とか昔からいるママさんとかね、クラブのオーナーママで80歳の人とか70歳の人がいますけども、はい、そこら辺は多分全員知ってる話ですね。これむちゃくちゃ有名な話なんで、これが僕多分あの幽霊とか、まあ、稲川淳二さんの怪談話とか、もうそんなもんなんぼでも作れるじゃないですか。タクシーにね、髪の毛濡れた女の人が乗ってきたとか、血の手形が車の後ろにベタベタついてたとかね、13階段とか、あんなもんなんぼでも話して無限に作れるじゃないですか。あ、じゃなくてこっちの方が僕リアルやと思うんですよね。本当にあった怖い話、警察か政治家か、うん、そこら辺に繋がってたんでしょうね。だから多分むちゃくちゃ詳細には知らないんですけども、これみんな昔の新地族の人は全員言ってたんで、はい、だからまあ事故で処理されたとか、まあ、自殺で処理されたとか、そういう感じの話だと思いますよ。うん、そのやっぱ人が死んでるんで何もないってことにならないと思うんですよ。あとはまあ正当防衛とかでしょうかね、緊急避難とか。例えば喧嘩だったら向こうがやり返してきて、たまたまこのこけて死んだとかね、はい、そんな風にされたらね、そのボンボンすげえ悪いやつなんで、あのまあ親は大変なんだろうなと思いますよ。人を殺した以外にもいっぱいその悪さをしてるみたいなんで、その息子生きてるのかな、はい、ちょっとわかんないんですけども。あ、でも、その、誠さんの下に、被害者も悪人とかいうのはあるでしょうね。
だから被害者自体もそのまあ不良だったり893だったりとかした場合は、もみ消しやすいのもみ消しやすいでしょうね。犯人存命かどうかも分かんないですね。ただなんかすごい素行の悪い人間で、もともとそれ以外にもなんか悪さをいっぱいしてるんで、そのお父さんはすごい大変そうみたいなことを、はい、みんな言ってましたね。昔だか今はね、さすがにでもどうかな。今もあの木原の話ありますよね。木原の奥さんの話とかありますけど、あれが結局自殺にされてるでしょ。だから案外その僕は今ねこれ昭和だからみたいなことを言いましたけども、結局そういう身分とか忖度ができるような上級国民と言われるような人たちだったら今でも全然いけるのかもしれませんね。結局木原の件も再捜査されましたけども、何も見つかりませんでしたって言って普通に終わってましたからね。案外その時代はひょっとしたら関係ないのかもしれませんよね。確かに警察関係とか自分とこの身内の犯罪とか政治家とか関わってたら全然こう今でもある話ですからね。捜査しないっすもんね。まあなんとでもなるっすよね。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金全て無料ですから気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。